ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、シーインって知ってる？おしゃれな服や可愛い雑貨が、安い値段で売ってる通販サイトのこと？そうそう。1000円以下でトップスが買えたり、100円以下でネックレスが売ってたり、ネイル用品やスマホケースも、びっくりするほど安かったの。何か欲しいものでもあった？いっぱいあったわ、でも安すぎてちょっと心配なの。安さの理由はいろいろあるようだな。やっぱり。じゃあ今回は、なんでシーインがあんなに安いのか、そしてシーインの闇も解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに、シーインがどんな会社か説明するぜ。はい、お願いします。シーインはレディースやメンズのおしゃれな服や、雑貨などをリーズナブルに手に入れられる、ファッション通販サイトなんだ。むっちゃ安くて可愛いお洋服や、アクセサリーが売ってたわ。創業者のクリス・シュー氏は、中国の元 SEO エンジニアで、2008年10月に、南京市インディエンズーシャンウを江蘇省南京市に創業したんだ。今はカジュアルウェアや雑貨を中心に販売して、爆発的な成長を遂げているけど、設立当初は価格が高かったウェディングドレスに目をつけて、ドロップシッピングで海外向けに販売していたそうだぜ。ドロップシッピング？ドロップシッピングっていうのは、ウェブ上にショップを開設してお客様から注文を受けるけど、自分で在庫を持たずに、メーカーや卸売業者からお客様へ商品を直接発送する仕組みだな。いろんな販売方法があるのね。ウェディングドレスの販売は失敗に終わったけど、その後シーインサイドってブランド名で、スペイン、フランス、ロシア、ドイツ、イタリアのウェブ上に店を開くと、中国の商品を直送するビジネスを始めたんだ。2015年にブランド名をシーインに改めて、中東諸国などに市場を拡大したのが、大きく成長した始まりだぜ。その後アメリカ市場で多くの人から高い関心や評価を得たことで、2015年から2020年の6年連続で、売上高が2倍以上の伸びという驚異的な成長を記録したんだ。現在ではウェブサイトとアプリで、アメリカやヨーロッパを中心とした約220の国と地域に、1億2000万人のユーザーがいるらしいぜ。そんなにたくさん？シーインの名前がメディアで登場するようになったのは、アメリカの Z 世代の人気アプリで上位にランクインし始めた、2020年と言われているんだ。2021年5月に、アメリカで最もダウンロードされたショッピングアプリとして、Amazon を抜いてトップに立ったことで、日本でも名前を知る人が増えたみたいだな。日本でも Z 世代に人気があるのよね。本格的に日本へ進出したのは2021年の夏頃だ。日本の消費者は、客単価が高くて品質に厳しいとか、独特の消費習慣を持ち、消費者の信頼を得るまでに時間がかかるって分析されていて、支持を得るのに苦戦するって思われていたようだけど、あっという間に人気になったんだぜ。だって安くて可愛いんだもん、人気になるわよ。そうだな。人気の理由は可愛いだけじゃなく、圧倒的なコスパの良さだぜ。安いからいっぱい買えちゃうのよね。でもなんで安いんだろう？販売価格が安い理由は4つあるんだ。1つ目は、実店舗を持たずに通販に特化しているから。シーインって、実店舗を持ってないの？海外のどの国にも実店舗はないんだぜ。日本では2022年6月から7月にかけて、ポップアップイベントといって期間限定で出店するイベントが、名古屋、広島、大阪、福岡、新潟で開催されて、2022年の11月に東京に、ショールームのシーイン東京がオープンしたんだけど、その店で直接商品を手に取ったり試着したりできても、購入することはできないんだ。どうやって買うの？購入するには、展示されている商品タグの QR コードを読み取って、シーインのウェブサイトか公式アプリで買わないといけないんだって。それにもかかわらずオープンの初日には、お店の前はお客さんが長い列を作ったんだぜ。通販で服のサイズを失敗することってあるから、実際に見ることができるのは嬉しいもんね。安い理由二つ目は、自社工場で生産して自社倉庫から発送するからなんだ。中国には世界中のファッション工場が集まっているから、余った生地などを廃棄前に買い取ることで、通常ではありえない価格で素材を調達することができて、生産の原価がかなり抑えられる。原価が抑えられると安くなるわね。そして製造から発送まで一貫して同じ会社が行うことで、仲介料を削減しコストカットを実現しているんだ。
中間マージンもカットできたら、もっと安く提供できるわ。さらに中国に出荷子会社を作って、輸出税を無税にしたり、消費者個人が輸入するようにして、アメリカの輸入関税を無税化しているそうだぜ。そこまで考えて安くしてるのね。三つ目は最新技術を駆使して、余計な在庫を持たないようにしているからなんだ。シーンでは、毎日3000点以上の新商品が生まれると言われているんだぜ。3000点、そんなに？ AI を活用してターゲットとなる消費者の検索や、SNS 上の行動から商品のアイデアを得るんだ。そして数百人のデザイナーは、そのアイデアをもとに衣料品をデザインする。その後、広州市の郊外にある商品生産を管理する開発本部から、車で数時間以内の範囲に約300社、全体では3000社近くある協力工場で商品が生産されるんだ。契約している工場が3000社。どこも経営規模の大きくない、数十人から数百人規模の中小縫製工場らしいぜ。これらの商品はまず100着発注をして、30着売れるごとに自動的に追加発注する仕組みなんだ。その後売れ筋と判断された場合、生産量は増やされるけど、売れなかったら生産打ち切りになる。なるほど、少しずつ作れば余計な在庫を抱えなくて済むってことね。四つ目の理由は、定期的にセールをしたりクーポンを配布しているから、安く購入することができるんだ。そうそう、ウェブショップを見たら、感謝祭 90% オフとかなってたし、インフルエンサーさんが、割引クーポンを紹介していたわ。この他にも、支払い方法は各種対応しているし、商品が送られてくるまで追跡もできる。それに送料は一律500円で、2000円以上購入したら送料が無料になる。商品によっては到着後30日以内だったら返品可能だし、きちんと返金もしてくれるようだぜ。送料が無料になるって聞いたら、送料がかからないくらい買っちゃうわ。シーンの評価は、商品が安っぽいって悪い口コミがある一方で、80% 以上の利用者が満足していると答えているんだ。マリサ、今までの話を聞いて安い理由もわかったし、経営努力をしている企業だと思うわ。どこら辺に闇があるの？じゃあ今度は、シーンの闇について3つ解説するぜ。1つ目は、劣悪な作業内容と賃金についてだ。あまりにも安く販売しているシーンに疑いを持ったチャンネル4が、2つの工場に偽名を使った女性を潜入させて、実際に仕事をしたそうだぜ。そして密かに撮影したものが、ドキュメンタリーとして放送されたんだ。マリサ、チャンネル4って何？チャンネル4はイギリスの公共テレビ局だぜ。潜入捜査をするだなんて、ドラマみたいね。それでマリサ、内容はどうだったの？潜入した工場の待遇はあまりにもひどいもので。一つ目の工場で労働者たちは、1日18時間も働かされていたそうだ。18時間って言ったら、朝の8時から仕事を始めて、終わるのが夜中の2時ってことよ。他に何もできないじゃない。そうなんだ。過酷な仕事のスケジュールの中で、唯一自由な時間のランチタイムに女性たちは、食事もそこそこで髪を洗わないといけないくらい、自分の時間がなかったようだぜ。家に帰って髪を洗う時間がないの？でも考えてみたらそうよね。一日は24時間だから、仕事を18時間すると残りは6時間でしょ？家に帰って、食事をして、ちょっと寝たらもう仕事へ行かなきゃいけない時間になるわ。そして、月に日本円で8万円ほどの基本給を約束されているんだけど、一日一人当たり500着以上の衣料品を作らなくちゃいけないそうだ。500、ちょっと待ってマリサ、私お洋服って作ったことないけど、一日に500着って作れるものなの？どうだろう？ものにもよるのかな？それに、仕事を始めた最初の月のお給料は、離職を防ぐために支払いが保有されて、翌月にしかもらえないそうだ。それってひどいわ。もっとひどい話があるぜ。二つ目の工場では、一つ目の工場のように基本給が決められていないんだ。作った分だけお金がもらえるってこと？そうだぜ、一着作るごとに約6円もらえるそうだ。6円。そしてミスをすると、日給の3分の2の罰金を払わないといけないんだぜ。3分の2も罰金を払ったらお給料がなくなっちゃう。そうそう、それに休みは月に1日しかないそうだ。そんな、ちゃんとお休みすることもできなくて、労働が過酷だったらミスだって起きるわよ。それで罰金だなんて、ひどすぎる。二つ目は、危険な作業環境だぜ。作業環境が危険？
ミシンやアイロンがあるだけじゃないの？まあ、聞いて。今度はチャンネル4じゃなくて、パブリックアイの調査結果を紹介するぜ。パブリックアイって？パブリックアイは、スイスに拠点を置く非政府組織だ。貧しい国々の人権や環境を尊重することを奨励しているそうだぜ。パブリックアイでは2021年4月に調査員が現地の仲介者に協力してもらって、女性労働者3名と男性労働者7名から、聞き取りをすることができたんだ。今回は潜入じゃなくて聞き取りだったのね。この労働者は別々の6社に勤めていて、ミシンやキルティングマシンの操作、品質管理や包装部門の仕事、アイロン掛けや生地の裁断などに従事して、生計を立てていたんだ。彼らの仕事場は、小規模な作業場がいくつもひしめき合っていて、通路や階段は衣類の入った袋や生地で塞がれている。これは小規模工場だけじゃなくて、比較的大きな工場も同じ状態だったそうだ。その場所が危険なの？通路が塞がれていたら緊急事態が起きた時、そこで働いている人たちが逃げられないだろ？緊急事態？ミシンやキルティングマシンは電気で動いているから、コンセントや電気配線から出火することが考えられるんだぜ。あ、そうか。それに、アイロンを放置した近くに燃えやすいものがあった場合も、火事につながる可能性がある。燃えやすい衣類がたくさんあるわ。危ないわ。ねえマリサ、非常口は？非常口も見当たらなかったんだ。それに、上の階の窓には鉄格子が取り付けてあって、窓から逃げることもできない。本当に火事が起きたら大変。霊夢、似たような環境で本当に起きたことがあるんだ。2012年11月24日夜に、バングラデシュの首都ダッカ近郊の衣料品工場で火災が発生して、200名が負傷、121名が残念なことになったんだ。バングラデシュには約4500の衣料品工場があって、衣料品輸出は中国に次ぐ規模だ。そして工場の労働環境は劣悪と言われていて、現在の死因と似たような環境だったんだぜ。バングラデシュの工場も、衣類がいっぱいあって逃げられなかったの？発生当日、1階で発生した火災は9階まで燃え広がり、犠牲者の多くは火の手から逃れるために、工場の屋根へ移動して脱出を試みたそうだ。え？屋根から？そして工場の出入り口は労働者が脱走しないように、鍵がかけられていたとか、大量にあった商品のため出入り口が狭く、通れずに逃げ遅れた人もいると言われているぜ。そんな、他にも大きな被害が出たのが、バングラデシュで起きたラナプラザの悲劇なんだ。ラナプラザ？8階建てのラナプラザという名前の建物の中に銀行や商店、そして5つの縫製工場が入っていたんだぜ。ビルの名前だったの。2013年4月24日、朝のラッシュアワーの時間帯にこの建物が崩壊したんだ。ラッシュアワーってことは、まだお仕事が始まる前ってことね。だけど、建物の崩壊で負傷者2500名、行方不明者500名、そして1127名が、残念なことになってしまったんだぜ。なんでそんなことに？まず、この建物は違法建築と建築物自体の耐久性に問題があったそうだ。それと事前に大きな亀裂が発見されていて、警察からビルの使用を中止するように警告されていたにもかかわらず、ビルのオーナーはその警告を無視したそうだ。危ないビルなのに。でも通勤時間でしょ？出勤してきた人たちが巻き込まれたにしては人数が多いわね。ラッシュアワーの時間帯で被害が大きくなったのは確かだけど、それだけじゃなかったんだ。縫製工場のオーナーが出勤を拒否した労働者に対して、解雇をほのめかした挙句、自宅へ帰さずに徹夜で労働させてたようだぜ。ビルの中でお仕事してたの？そして仕事中に停電が発生、上層階にある発電機が動いたその振動と、縫製工場で動いている2000台を超えるミシンが一斉に動いた振動で、ビルが倒壊したそうだぜ。ミシンの振動で倒壊、とんでもない建物だわ。危険な場所で、無理やり長時間労働させられていた人たちが逃げることもできずに被害に遭ったのね。その後、ラナプラザのビルのオーナーと縫製工場の経営者は逮捕されたんだ。死因の工場も、同じような環境でお仕事をしているんだったらとっても危ないわ。パブリックアイの聞き取り調査では、チャンネル4と同じように長時間労働させられてる実態もわかったそうだ。やっぱり18時間働いてるの？聞き取りでは8時から12時、13時30分から17時45分。あら？普通のお仕事の時間じゃない？まだだぜ。
その後19時から22時30分まで仕事をしないといけないんだ。結局1日の労働時間は約12時間、1週間の労働時間が75時間を上回ってるんだ。18時間に比べると短いけど、でも長いわ。中国の労働法の規定では、1週間の労働時間が最大40時間って決まっていて、時間外労働は月36時間を超えてはいけないし、毎週1日以上休日を与えないといけないらしいんだ。ちゃんと決まりがあるのに守られてないわね。ただ調査員によると、繊維産業での長時間労働は珍しくないんだって。反対に労働者の多くが長時間働くことを希望しているそうだぜ。なんで？ここで働いている人たちは、みんな地方から働きに出てきてる人たちなんだ。出稼ぎ労働者なのね。この場所で一定期間滞在して、できるだけ多く稼ぎたいって人たちが集まっているそうだ。時間外労働に対する割増賃金もないし、ペナルティもある。基本的に1点あたりの賃金は、これまで働いてきた場所のどこよりもかなり低いけれど、求められる品質も特に高くない。長い時間働く覚悟があれば比較的良い収入になるし、複雑な商品を手掛ければ歩合の賃金も高く、月に手取り20万ほど稼ぐことができるそうだ。労働時間が国の基準で守られていて、割増賃金をもらってペナルティがなかったら、もっとお給料が増えて生活がしやすいと思うの。そしたら販売価格が高くなるから、今みたいに安く買えなくなるな。え？ああ、そうか。あの安さは企業努力もだけど、生産してくれている人たちの犠牲で成り立っているのね。そういうことだ。ねえマリサ、闇の三つ目って私聞いたかしら？今から説明するぜ。死因では、毎日3000点以上の新商品が生まれるって話をしただろ？そうだったっけ？もう、ちゃんと聞いてて。最近は商標権や著作権のような知的財産権を侵害しているって、いろんなところから訴訟を起こされているんだぜ。パクってるってこと？早い話がそうだな。2022年6月に作品の著作権侵害を主張したのは、アーティストのマギー・スティーブンソンだ。彼女はフリーのイラストレーターで、インスタのフォロワーは10万人を超えていたぜ。何をパクられたの？彼女の描いたイラストのコピーをシーンは、額縁のない抽象画って説明で、4ドル、約500円で販売していたんだ。ほんと、同じ絵だわ。正規に販売されているイラストは、約1万2000円するそうだぜ。1万2000円が500円。他にも、スチューシーやドクターマーチンなどのブランドとも裁判になっているそうだ。左がスチューシーのクルーネックスウェットシャツ、右はシーンで販売されていたものだ。こっちは左がドクターマーチンのブーツで、右がシーンで販売していたブーツなんだ。絵はそのまんまだからどうかと思うけど、服とか靴って真似てなくても似ちゃうことってない？あるかもしれないな。じゃあこれはどうだろう？ああ、これって海賊王になりたい人が食べたゴムゴムの。これもそうだぜ。これ、ジジそっくりよ。これはウィッチのイラストそっくりだな。マリサ、ナナコがいるわ。柴玉さんのイラストもパクられてるぜ。ほんとだ、眉毛が両方あるけど間違いないわ。他にもまだまだたくさんあるんだ。確か、AI を活用して商品のアイデアを得るって話してたでしょ？ AI が人気のある画像を拾ってきちゃって、それをちょこっといじって使ってるのかな？デザイナーさんも毎日オリジナルなアイデアを3000点も出すのは厳しいだろうからな。今回はシーンの闇を解説したぜ。安くするための企業努力も分かったけど、安い理由がそれだけじゃないってことも分かったわ。これ以外にも、ドイツの研究所が実施した検査で、シーンがアメリカに輸出した衣料品に、中国の新疆ウイグル自治区で生産されたコットンが使われていることが判明したそうだ。ダメなの？新疆綿は労働を強いて作られた疑いがあって、問題があるそうなんだぜ。だからアメリカに輸出する場合は、無理やり作らせたものではないって、証明しないといけないみたいなんだ。そうなんだ。ただこの件に関しては最近の調査で、アメリカのいろんな思惑もあったんじゃないかって話だけどな。お洋服や雑貨が安く買えるのは嬉しいけど、作っている人たちが安全で安心な生活が送れるともっといいと思うわ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。